広域で広域はこの間あの結婚したそうなんですよでなんで結婚したのっていうふうに思わず、えー、聞いちゃったんだけどもあの広域にしてみればですね結局10年も一緒に暮らしてた彼女だから結婚しても何も変わらないことが分かったっていうので言ったんですよでこの言葉だけ聞くと結構なんかいい話なんだけども結婚しても何も変わらないことが分かったから結婚したっていうのはまるで女の子から聞いてるとですね。 あの自分の中で、えー、落ち着きどころが見つかったとか結婚しても自分というのが変わらないかどうか分かっただから彼女と結婚するんだよというようないい話に行くんだけどそうではないんですよ、えー。結婚しようとか何しようか、誰も俺を捕まえられないことが確認できたので結婚するというのに近いんですね。なのでひろゆきって今世界中をこう旅してるんですけどもあの家にいちいち帰ったりしないんですよね。そうでなくて旅する経路にあの嫁さんが待ってる家があれば寄ったりするという程度で,ですね。 いいつつ帰ってくるとか、もう本当にあいつ約束しないで、えー、番組の出演とかがあってあの約束するんだけどもうね本人が意識的に努力して一生懸命にいい加減をやってるんですね。 あの何時から本番いっ,っても、まず間に合わないただこれまで俺ひろゆきと3回待ち合わせして3回ともあいつ遅れなかったから僕の中でのひろゆきの信頼性ってすごい高いんですけどもどうもあらゆる現場でひろゆきは来ないとかドタキャンとか寝過ごすとか連絡がつかないで有名な男なんですけどそれは何かっていうと彼の中で自由っていうのがまあ あまりにです、ね、あの大きすすぎるからですね。自由っていうのは束縛から逃げる「逃走」と書いた方が正解かもわかりません、ね、自由を求めるっていうような理想型の求め方ではなくてあらゆるものから逃走であって結果としての自由やってることは逃走かもわかんない。それが、えー、広ですね。